スイッチにね、びっくりするぐらいね、いかがわしいゲームが出てたので、ちょっとお試しにやってみようかなと思います。先ほどから、瞬きがとても怖いんですけど、サマースイートハートというゲームなんですけど、これね、日本名だと、これ見てください。夏の甘い心っていうね、日本名なんですね。ものすごく、いかがわしいゲームかもしれません。まあでも、任天堂のね、審査通ってるので、まあ別にそんなにいかがわしいゲームじゃないのかもしれませんが、多分いかがわしいゲームだ。やっていきましょう。あなたの名前を入力してください。まあ、翔太くんね。あ、翔太くんダメ。翔太くんはちょっといかがわしすぎるね。なんか翔太くん、エロいことしそうだもん、なんか。ということで、レトルトくんにしましょう。いかがわしいゲームかどうか。いかがわしいゲームがやりたいのではなく、いかがわしいゲームがね、このスイッチに紛れ込んでるのじゃないかっていう調査ですね、これ。俺がチェックしましょう。お!え?宮水夏美、20歳。いかがわしいね。なんか日本人じゃないような気がするね。うん、いかがわしいですね。でも CVA は、あれですね、有名な声優さんですね。こっちは?はっ、ああ、全然違うな。お前ら、あれだね。普通の写真はなかったの?普通の。なんでそんな格好で撮ろうと思ったの?じゃあ、林美優ちゃんで行ってみる?決定。いかがわしいゲームなんでしょうか?楽しみですね。お。出会う。場所。私のルーム。お!徹夜で残業。疲れたー。お!もういるじゃん!付き合ってるじゃん!同棲してるじゃん!誘ってるじゃん!もうこれは誘ってると言ってもいいよね。音小さい。喋れ喋れ!うわ!どうしたどうした思い出のロック解除どうした何一つ理解できないなぁ。なんかあれだね、海外の人なのかな、日本人じゃないような気がする。に、日本の声を当てた感じなんですかね。すごく違和感あったよね。はい。お前誰なんだよ、お前。猫なの?猫が人間になっちゃったみたいなやつなの?でも猫なのに絵描いてるの?どういうことなの?電話ってある。電話してみる?はあ、あ、ライク。女の子と好きなだけ話しましょう。にゃーって引っかかれたけど。え?君が林おばさんのお嬢さん?どうして掴めようとするの?なになにこれ?全然理解できない。全然理解できない。いかがわしいとか、どうかすらの前にも理解ができない。誰だよ、林おばさんって。うん、これでいいや。これを。ん?どうやって送信するの?おー、プラス3。あ、そこにいるんじゃないの?にゃー。やべえやつだ、こいつ。まさかバカなのかと。あ!好感度があんのか、ちゃんと。あ!喋れんじゃねえか、やっぱ。ミーはバカじゃないわよ。ほら、バカのふりしてたんじゃねえか。はいはい。ここから、今これからここに住むんならいろいろ話しておきたいことがある。今時の女の子ってみんなこういう喋り方すんのか?まあ、話しておきたいことあります。うん。青が、あれか、送信だ。ミーは眠いの。こいつなんか、勝手にここに住んでんじゃねえの?とぼけてんじゃないの?あ、もう喋れなくなりました。何なんだこいつは一体。マジで何なんだろう。始める。始めてみようか。日程表の空き時間は休憩に使いますが、新しい一日を始めますか?もう何言ってるか全然わかんない。行くぞ。もうひたすらやっていくしかねえ。誰?お前か?俺?俺か?え?何これ、ときめきメモリアルみたいに、なんかあんの?一日、流れがある。このゲーム何?ご主人様!え?俺ご主人なの?おいおい。君は、大家の林葉さんの。なに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 ?話せないのか?かわいこぶっても引っかいたの忘れないからな。テキスト流れるの早いな。忘れてもいいけど、林美優って言うんだね。早いな早い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 おいご主人様?え?
はいにしなきゃいけないな。したいよね、これ。よくわかんないですけど、大家さんがとてもいい人で、このなんかもう、この女の子をつけといてくれたのかな？サービスかな？違うの？からかってんのか？家賃を減らしてくれるんだし。ご主人様が早い！好きに早い！なってくれるなら、ご主人様を大好きになるにゃん。こいつは何なの？ こいつはマジで何なの？全然理解できないんだか、俺このゲーム。何一つ理解できないんだけど。ご主人様、なんかもう一人の女の子のね、お姉さんの方にしとけよかったかな。ちょっとこれ、なんか、レベルが高いというかね、翻訳もよくわからんし、テキストも早いし、全然理解できないし、思い出のロック解除しました。仲良くなれんのか、これ、本当に。日程表。ボランティアってある。このなんか、ライク、さあ、いっぱいなんかあんだよね。もしかしたら他の人にも話せたりしないかな？モーメンツってなんだろう。あ！いいね。林場ちゃん。林場ちゃん。いい子。ああ、大家さんの、あれだもんね。とこの子って言ってたから。ああ、確かに同じ林だ。なんでこんな猫っ子なんだろう。ちょっともう病んでんのかな？いいわ、眠いの。いや、ご主人様じゃないからというのは言うのは、ちょっと損するので、昨日はどうしたんだ？まあ、これで別にマイナスにはなんないでしょ。にゃー ちょっとぶん殴った方がいいかもしんないな。誰であろうと理由もなく引っ掛けられたら怒るよな。とぼけてるのか？本当にわからないのか？本当、お荷物を連れて帰ってきた気がするよ。お荷物。びっくりしたの。こいつが連れて帰ってきたの？お前そのストーリーをもう少し詳しく教えてほしいんだけど。いやーって。ご主人様に会ったことないし、ここに来たこともなかった。じゃあなんでここに来んの？一ヶ月後、林おばさんの林が間違ってるよ。はい。おばさんが君を迎えに来るからね。もう一度お母さんの元に戻れるの？あ、娘なのか。娘が海外に、おばさんが海外に行ってて、娘を置いてってんのかな、これ。そういう感じかな。無理やりストーリーを理解するしかない。いや、これ以上喋れませんね。デートできんのかな？デートなんとかなるかな？いいね。そこにいるのに電話しもます。しもし、お兄ちゃん、やっと電話くれた。ちょっと待って ご主人様って言われてなかった？お兄ちゃんになってんじゃん。あ、もういきなり温泉ですね、これ。コイン不足！うわー！ 2 万コインもいんの？今何コイン持ってる？お金を。あ、もう OK だった、OK になったのかな？お金使ったのかな、もう。え？大丈夫か？日程表。毎日自分の計画を立てましょう。その日にしたいことを時間帯に記入すれば新しい一日を始めましょう。もちろん何もしなくてもいいです。何もしなくていいんだ。ありがたいな。女の子に会えるって書いてあるな。じゃあひたすらちょっと新しい女の子に会えるかもしんないから、ぶらつきましょう。みんなちょっとね、全然理解できてないと思いますが、僕も理解できてないので安心してください。行きましょう。何一つ理解できてないからね。あ！いっぱい女がいる いっぱい女いるじゃん。おい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 。じゃ、この、ドエロそうな女、行くか。何センターに行ったんだ？ショッピングセンターか？会えんのか。もう、あいつだけできついけどね。そろそろ俺、あいつ見限りたいって思ってるとこあるからね。バー。オフィスビルの窓は透き通っており、街の中心に位置している。バーって何？バーって誰？バーが喋ってたの今。紙飛行機がちょうど懐に入る。どういう状況？どこから飛んできたんだ？ バーって誰なんだよ一体。頭を上げると、オフィスビルの窓辺に一人の女性がいる。君の？女性は嬉しそうに手を振ってくる。紙飛行機を飛ばした人がいたんだ。なんかこってこての出会いだね。こんにちは。全然言ってることと喋ってることが違うけど。待ってて。
彼女は？しばらくすると女性が走ってきて、平らな道なのにつまずきまくっている。走ってくるのを見てると転びそうで心配になったよ。へへ、運動神経は良くないの。平らな道を歩いてても転ぶのよ。何なの？何のキャラ作りなのこれ？お前誰なんだよ。なら気をつけないとな。へへ、急に楽しんごやめろや。どこかで会ったことある？こいつらのね、会話なんか違和感あるんだよ、マジで。全然なんか知り合いじゃないんでしょ？ないよ。今日は、私は島崎涼子、ここで働いてるの。なんだよ、ないよ。今日は、こんにちはか。こんにちはってことか。そっか、ならなんで俺に紙飛行機を飛ばしたんだ？残業でつまらなくって、適当に飛行機を折ったの。まさかあなたに拾われたわ。まさかあなたに拾われたわってなんだ？はは、偶然だな。ちょうど通りかかったんだ。まあ、楽しかったね。いやいや。楽しかったねーって言いながらさ、全然楽しくなさそうなことが書かれてんだけど、残業で頭がクラクラしてたわ。すごく明るい人だな。いきなり島崎涼子の電話が鳴った。上司から残業に戻るようにとのことだ。全然仕事に行ってる格好に見えないんだけど、めっちゃ遊びに、お台場とかに遊びに行ってる格好じゃん。もう残業に戻るわ。また機会があれば会いましょう。あ、お金コインないから、いやもうこの人なんで評価下がる、評価下がる、いやもう島崎涼子とはもう二度と会わないわ。島崎涼子と会いません。もうなんか意味が、おあれ、こんな子だっけ、なんか顔違くない、こんな子顔だっけ、君メイクの違い。おう、これを見るにすごく気に入った。え、俺この部屋俺が用意したの？めちゃくちゃいい部屋。おい、ちょっと待って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 。いや、大丈夫だよ。これ、任天堂が推奨してるゲームですから。すごく気に入ったにゃん。大丈夫です。気に入ってくれてよかった。もう早えな！お兄ちゃん？読めねえよ。なんでお兄ちゃんって呼んだんだ？たまにお兄ちゃん読みすんのやめろよ。やっほー、こんにちは。なんか、さっきのことなんか別の人に見えんだけど俺。なんか声も違うしさ。これさっきの子だよね。今日遊びに行くと思って興奮して眠れなかった。いや、服装はね、とても可愛らしいと思いますけど、みゆバカだな。遊びに行きたかったらいつでも連れてってやるのに、なんでこんな仲良くなってんの、マジでついていけないんだけど。うえ、やばい、これなんか俺の中でさ、半分ぐらいお蔵入り実況にしようかな感があるぐらいついていけてない。ターゲット、おー、デートイベントもあんのか。あー、まあ動物園か水族館だよな。植物園行っても楽しくないよね。まあ俺が楽しいと言ったら動物園かな。でもデート感があるのは水族館かなとは思うんですけど、動物園。なんで？あまり良くないよ。何？自由がないのねか。あ、あー、そっか。感受性豊かなんだ。動物が、じゃあもう植物園しかなかったのかな。ありがとうございました。今日また美味しいものをたくさん発見した。いや、飯食ってねえだろ。で、動物園に行った絵すらないの。もういなくなった。あー、もうダメだな。こいつあれかな、なんかキャバ嬢とかかな、なんかそんなミニスカポリスみたいな格好してるよな。なんかもうちょっとマシな、この人団地妻かな、なんかそれっぽいよね。大人の女性感あるよね。街中の静かな一角。ここは純正なコーヒー豆で有名。店員が店先で出来たてのスイーツを販売している。味見していってください。ご意見ください。ちょっと待って、団地妻来たんじゃないかこれ。街行く人たちは手を振り、急ぎ足だ。わー、暑い。店員が喫茶店に入り、疲れた表情を浮かべる。あれ、なんでここにいるの？店員がしっかりしない足取りで人型のパネルを並べている。期限。この新商品のミルクティーってすごくちょっとマジでね、もうこれ文脈がマジで意味わかんないんだけど。え、どういうこと？店員がドア近くの椅子に座り、新作のミルクティーを飲もうとしている。あれ、椅子にクッションでも入れた？柔らかい。俺誰に話してんのこれ。店員が手で椅子のクッションを触る。怪しい表情を浮かべる。感触が変だわ。ここは柔らかいけど、ここは硬いし。これ俺はもう関係ないのかな？俺は見てんのかな？
店員が手を戻して独り言言っている。この椅子はもともとどこにあったっけ、見たことないような、間違った、なんか別の喫茶店の人で間違った喫茶店に帰ってきちゃったみたいな、とんでもないバカなのかな。椅子が自分で動いた。店員は驚いて立ち上がる。ミルクティーが彼女の服にこぼれた。あなた、怒るわよ。なんか急に怒られてる。ごめん、驚かされたね。ちょっと待って。マジで何やってんの、おい。レトルト君もマジで何やってんの。ごめん、驚かせたね。今日はここでパフォーマンスアートがあったんだ。もう一回説明してくれない？ごめん、名前教えてもらっていい？ちょっとマジでさ、マジでちゃんとして、ちゃんと話して。杉山みやび。杉山さん、なんでそんなさ、ちょっとさ、スカートをずらしてさ、誘ってるの？意味がわかんないんだけど。杉山さん、はじめまして。今日は驚かせて悪かった。なんでうちの店でパフォーマンスアートやってるの？こいつがなんか、トリックアートみたいな椅子みたいなのを置いてたってことかな。クッションに見えるなんか絵とかをさ、何やってんのレトルト。テーブルと椅子の気持ちを体験したくって。本当におかしな考え方ね。そのさっきは重たすぎて痛くなかった？大丈夫、すごく嬉しかったよ。今日はようやく椅子の気持ちが分かった。マジで意味わかんない。絵じゃなくて俺が椅子のふりをしてたのかな。なんなのこれ。でも、人の形に戻るときは先に言ってよ。ほら、服が汚れたわ。杉山みやびの襟が全部ミルクティーで、袖が全部ミルクティーで濡れて、濃い色のシミができている。これとんでもないことしでかしたな。すまない。抜いて、洗ってあげる。もういいよ。今度は驚かさないでね。わかった。次はしない。何これ？何をやってんだお前。お客さんを驚かすのもダメ。本当にびっくりさせたみたいだね。まだビクビクしている。お客さんを驚かすのダメって、俺が店員なの？おい、誰なのこれ。早くあなたに会いたいです。なんだよなんだよ、これ全然違うこと言ってんじゃん。もう二度と会いたくないだろう。新しい一日。全然頭がおかしくなってきたよ。なんか頭おかしくなってきたよ。なにこれ、アーカイブ、アーカイブはいいのか。電話帳、はい。コレクション？なんかもらったの？おーいかがわしい。うーわ、交換してる。ビデオ！え？送ってきてくれたの？はい。その、聞きたいんだけど、パフォーマンスアートって1日いくらなの？わざわざこれ送ってきたの、急に。もう俺のこと好きじゃん、こんなわざわざ送ってくるって。ね、動画で。返信しないんかい？返信できないんかい？もう一度お母さんの元に戻るの？お兄ちゃん今日はつまらなかった。動物園ダメだったか。全然無視してんな。まずは安心してここに住んでと。これでいいのかな？はいはいはい。なんかよくわからんけど、おばさんに置いてかれたのかな。いや、ご主人様なのか、お兄ちゃんなのか、どっちなんだ、俺は。君が気に入ったならよかったよと。なんか好感度稼いでるけど、別にこの子、もうね。あ！お前、そんな、お前、そんな、お前、契約というか約束させてたの？気持ち悪いな。お兄ちゃんって呼んでって約束したよな。ご主人様って呼び方、恥ずかしすぎるよ。またご主人様って呼んだ。お兄ちゃんと呼ぶんだよ。キモいな、こいつ。レトルトが一番気持ち悪いかもしんないな。やっぱ好感度全然上がんなかったよ。どうして？ご主人様になりたくないの？いや、お兄ちゃんも結構気持ち悪いでしょ、普通に。お兄ちゃんじゃないもの、普通に。ね、知らない子だもの。もう、ぶらつくがいいかな。とりあえず、会ったことない人に会うってのはありなのかな。なんだこの文章を書くって。何文章って。なんでこんなお金が散財した音が鳴ったんだろう。始める。いやー、このゲームは一体何なんでしょうかね。じゃあ、このマルサの女みたいなやつかな。
街中の大型ショッピング街、若い男女がここに集まる。お、怒るわよ。あら、サングラスかけてないじゃん。めちゃくちゃなんか銀座っぽい、なんかね、銀座にいそうな、いいとこのね、お嬢様。一人の男が旗を走り抜ける。その後ろを綺麗に着飾った女性が追いかける。絶対追いかけにくい橋。絶対追いかけるには適してない格好してるだろ。袖通せ、袖。通してんのか、袖これ。捕まえて。なになに、なになに、なに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 、ええ連絡してるけど何もできないよ。なに、あ、連絡か。あ、もう OK なんじゃない、エンド。話せ。その話せじゃないでしょ。綺麗に着飾った女性には追いついて、バックで男を叩く。あ、ひったくりか。信号無視よね、ぶつけたよね、逃げるの、何、何言ったの、引き逃げ、あ、引き逃げ大変だったでしょ。いや、さっきかけてなかったじゃん、さっきかけてなかったじゃん、そのメガネ。あなたが捕まえてくれてよかったわ。二人の警官が後ろから追いつく。ほら、この人があなたたちのためにこの野郎を捕まえたわ。ありがとうございます、この人を連れて行きます。なんでもない、お安い御用です。なんかとりあえずお手柄っぽいです。警察はひき逃げの運転手を連行していく。結構やるじゃない。楽しかったね。うん、でも今の中では一番まともかもしれない。大したことない、君もすごいよ、警察のために彼を捕まえるって。私を追い越すのを気に入らなかっただけ。追い越すだけならまだしも、信号無視で人をぶつけるなんてレベルが低すぎて見てられなかったわ。あ、ひき逃げ犯を見かけて捕まえたのか。わかったよ。何がわかったよ。え、彼女は財布から1万円札を取り出し。とても好きです。え、いいんですか？ありがとう。よくやったわ。ご褒美を。いいんですか？大丈夫。渡したお金は戻さないから。本当にいいから。いらない？なら一緒に一杯飲みに行こう。あ！いいね。でも。楽しかったね。この赤羽星が。決めたことには従ってもらうわ。行くよ。わかった、行こう。話が早いな、レトルト。おう。おう、でもなんか今の子は、そんなに悪くないような気がなんかしちゃったな。じゃ、このイケイケの女。夜の公園、空気が新鮮。めっちゃ昼や。やはり、え？牛の時に？牛の刻に座禅をすると入廷しやすい。お前何やってんの？風が林を抜き抜け、抜き抜け、サーサーの音が聞こえてくる。あの人は寝ちゃったの？ゴロつき。ホームレスには盗むものないよ。でも服装綺麗だからホームレスじゃないんじゃないの？な、俺不老者だと思われてんのかな？行ってみよう。いつも通りにお前が注意を引きつけてる間に、後ろから殴って気を失わされる。やばいことなってるよ、レトルト。チンピラ、おつ、こうが、オッケーを、の合図を出し、二人でゆっくり近づく。あ、怒るわよ。どうした？ここをどこだと思ってる？身の程知らずめ。月明かりの下で、長身な人が立っている。男が女かわからない。剣のようなものを背負ってるようだ。ボス、逃げますか？恐れるな。ボスとかあるんだ、この時代に。声からして女みたいだ。女を怖がるのか？そうですね、ボス。先に行ってください。そよ風が吹き、月明かりの人影の長い髪がなび、髪をなびく。まだ行かないってことはやり合う気か？小娘が口だけは達者だな。お、急になんか、いいブランドものの時計のパンフレット持ってるけど、手加減しないからな。月明かりの元の彼は背中から剣のような武器を抜き出す。ちょっと待って。え？起きた？ならここは任せた。ん？助けてくださりありがとう。ないね！何が起きたの？ゴロツキどこ行ったの？峰山千尋。いや、美人さんだけど、覚えました。早く、あなたに。